大阪国際女子マラソン大阪国際女子マラソン大阪国際女子マラソンは新春の大阪何わろう舞台に繰り広げる国際マラソンである1982年から開催ただし第1回第3回は大阪女子マラソンの名称で実施され大阪国際女子マラソンとなったのは1985年の第4回大会からである本項目では 同日に開催される大阪ハーフマラソンについても記述する。開催日は第1回大会を除いて、第2回大会以降は1月の最終日曜日に設定されている。レースは長井公園内にあるヤンマースタジアム長井をスタートして、3つのクライマックスとも言われる中野島、御堂筋、大阪城公園を抜けて、 ヤンマースタジアム長いに戻る 42.195km で争われる。北海道マラソン、埼玉国際マラソン、東京マラソン、名古屋ウィメンズマラソンと共に、夏季オリンピック、世界陸上競技選手権大会、アジア競技大会の代表選考会女子の舞台参戦としてくらい、付けられており、毎年激しいレースが繰り広げられている。また、本大会と埼玉国際マラソン、 名古屋ウィメンズマラソンの3大会で3年を機に持ち回りで女子マラソンの日本選手権を兼ねて割れる。2018年2019年2017年度2018年度の大会は2020年東京五輪のマラソン日本代表候補を決めるマラソングランドチャンピオンシップ通称 MGC シリーズの対象レースに指定され。なお、 参加料は1万円である。2011年大会からは20年ぶりにコースが変更された。これにより、高低差が23メートルから9メートルと少なくなり、より高速なコース設定になったコース図、Google マップ。マラソングランドチャンピオンシップ、MGC シリーズ対象レースへの指定後初めて開催されたことから、日本人選手内の1の3位で完走した場合には、 ゴールタイムが2時間28分0秒以内、4から6位で完走した場合には2時間27分0秒以内という条件を満たした日本人選手に MGC への出場資格を与えることが定められていた。レースでは前年2017年に名古屋ウィメンズマラソンでの優勝を経てロンドン世界陸上の女子マラソンへ出場した安藤ゆか。 前年の北海道マラソン優勝によって、女子選手で最初に MGC への出券を得ていた前、田穂南、ヤンマースタジアム長いに近い大阪市住吉区の出身でフルマラソン初挑戦の松田水星が前半からペースメーカーを振り切る勢いで戦闘争いを展開。2 5トル過ぎから前田がいち早く戦闘集団を抜け出したものの3 1トルの手前で 松田がトップに浮上した。松田はそのまま回送を続けると、日本歴代9位、女子フルマラソンへのデビュー戦としては、本歴代3位の2時間22分44秒というゴールタイムで初マラソン、初優勝という快挙を達成。27km 付近で戦闘争いから交代した安藤も2時間27分37秒というゴールタイムで3位に入ったことか、 優勝者の松田と共に MGC への出場権を与えられた。リオデジャネイロオリンピック女子マラソン選考会を兼ねたレースとなり、4年前のロンドン五輪選考会と同様、重友理沙と福士カヨコらの一騎打ちが注目される。1 0トル地点ではペースメーカーが3分23秒のハイペースで突っ走ると、先頭争いは福士、重友、竹中理沙。 チェピエゴの4人だけに、15km 過ぎで、前回ロンドン五輪女子マラソン代表だった重友が、戦闘集団から脱落、中間点の戦闘集団は、福祉、竹中、チェピエゴが1時間10分27秒で通過、24km 過ぎ、以前高速のペースメーカーに着いたのは福祉のみとなり、チェピエゴと竹中が、徐々に遅れ始める、3 0地点で、 ペースメーカーが外れてからは、福祉の完全独走となる。その後も、福祉は大きく、ペースダウンすることなく、日本陸連の逸話女子マラソン設定記録、2時間22分30秒を13秒上回り、3年ぶり2回目の優勝を達成。福祉は、リオ五輪女子マラソン日本代表入りを、ほぼ確定的にした。その後、同年3月17日に、 福祉はリオ五輪女子マラソン日本代表選手に正式選出された。4年ぶりにペースメーカー抜きでレースを開催。当初は野口瑞希も出場を予定していたが、大会直前に右大腿部の疲労骨折が判明したため、3年連続で大会を欠場した。レースでは、この大会を最後に第一戦から退くことを表明していた赤羽幸子が、 1 9トル手前から3 7トルまで、立ち穴がメラシミルコと一心一体の戦闘争いを展開。3 7トル過ぎでがメラシミルコに振り切られたものの、日本人トップの2位、当初、後優勝に繰り上げで引退レースを締めくくった。また、仏教大学4年生の前田綾里が一般参加選手でトップの3位に入賞。 従来の日本学生記録を5分縮めるゴールタイムでマラソンデビューを果たした。さらに前田の母、純子も一般参加ながら2時間55分24秒という好タイムで完走。前田親子の合計タイムは5時間22分10秒でギネスブックに登録されている親子による同一マラソンでの5ゴールタイムの世界記録5時間30分21秒を更新した。 国内招待選手の一人として出場した2012年、大会優勝者の重戸トモは、序盤こそ戦闘集団の中で改装していたが、15km 過ぎから、急激に失速。結局、自己ワースト記録の2時間58分45秒で63位に、終わった。前年同様に、野口瑞希がエントリーするも、急性胃腸炎により2年連続の欠場に、 本番でのペースメーカーは17分 5km 前後で推移。それについた、戦闘集団は5人に絞られる。30km 地点で、ペースメーカー離脱後は、福祉加代子の独走体制となり、35km では、立ち穴がメラシミルコに30秒差をつけたが、福祉は徐々にペースダウンし 40km 地点では19秒差に。 結果がめらしみるコの猛は様に逃げ切れず、ゴールまで残り 1km 過ぎで、福祉は逆転されてしまうが、日本人トップの2位、当初、後優勝に繰り上げに入る。世界陸上モスクワ大会女子マラソンで即、内定条件の日本陸連の派遣設定記録の2時間23分59秒以内に、届かずも4月25日に、福祉は世界陸上で初の女子マラソン。 日本代表に選出された。当初はアテネ五輪女子マラソン金メダリスト野口瑞希と長距離トラックの女王福士加代子との対決で注目されたが本番4日前に野口が故障欠場すると大会事務局が発表した。レース当日は過去数年間で比較的天候が良好で高記録が期待された。序盤から4人のペースメーカーのうち3人もいなく、 なるほどのハイペースで進み、2 2トル過ぎの折り返し地点では、重友理里福祉の気打ちとなった。しかし2 7トル手前で、福祉が脱落し、重友の独走状態になる。結果重友が日本女子歴代9位の高タイムで優勝を果たし、ロンドン五輪代表最有力候補となり、3月12日の理事会で正式に、逸話日本代表へ選出された。 福祉は4年前の大阪国際と同様に、再び後半で失速してしまい9位、当初、後8位に終わる。なお5位、当初、後4位に繰り上げに入った、島原清子は、この大阪国際を最後に、第1戦から引退となった。第30回大会記念として、コースの一部が新しく変更された、前述三勝。しかし前回、 第29回大会より低い気温と冷たい強風が吹く悪条件となった。前年の同大会では途中危険の赤羽紀子が終始戦闘集団につく積極的な走りを見せる。34km 付近から赤羽と伊藤舞とのマッチレースとなるが残り 3km あたりで赤羽がスパートして伊藤を引きり赤羽がマラソン初優勝を果たした。なお、 世界陸上テグ大会女子マラソン代表の内定条件である2時間26分以内でのゴールはできなかったが、同世界陸上女子マラソン代表は2011年4月21日に優勝の赤羽と2位の伊藤が2人揃って選出された。降雨による低温が選手たちを苦しめ記録的には平凡な結果に終わった。途中まで戦闘を引っ張った赤羽幸子は、 大会直前に足を痛めていたこともあり、25km 地点を過ぎてペースダウン、結局 39km 付近で途中棄権となる。日本人1位は尾崎真理だったが、2010年11月の公衆、アジア競技大会代表は、駅伝シーズンと重なることもあり辞退した。また小畑佳洋子は、所属先の陸上部が、背部による引退レースとなったが、 出走したすべてのフルマラソンを完走という名誉で締めくくった。2008年11月の東京国際女子マラソンで独走しながら 30km 過ぎに失速して4位に終わった渋井陽子が2ヶ月という短期間で強行出場。30km 地点で自らロングスパートを仕掛け、その後も戦闘を争っていた。 赤羽紀子を 31km 過ぎで振り切って、優勝、雪辱を果たした。渋井自身、マラソンでは2004年9月のベルリンマラソン以来4年、4ヶ月ぶり、大阪国際女子では8年ぶりの優勝を果たし、これにより、世界陸上ベルリン大会の日本代表に内定した。また2位の赤羽も、世界陸上ベルリン大会の代表入りを果たしている。 マラソン転向が注目された福祉会横が自身の初マラソンとして出場。スタートの長い陸上競技場を飛び出してからは福祉カとだけ抜け出て先頭に立ち、序盤から独走に。大会記録が期待されるほどのハイペースで突っ走ったが、30km を過ぎて急激に失速し、レース終盤に入ると次々後続選手に抜かれていった。メートル以降の福祉は、 ふらふらの状態で走り続けるも、ゴール直前で4度も転倒してしまう。その度に、福祉は立ち上がりなんとか、ゴール地点にはたどり着いたが、結局19位と惨敗に終わる。なお、優勝は 35km 手前で福祉を捉えて、逆転した、マーラ山内、2位に森本友が入った。日本陸連強化本部長の沢木啓介は、他選手らが福祉を警戒しすぎて、やや、 スローペースな展開となった点を指摘、日本人トップの森本も優勝を逃したことで、北京五輪代表選出は、厳しいとの見解を示せた。その後3月9日の名古屋国際女子マラソンが、事実上3枚目の五輪ギップをかけたレースとなり、優勝した中村由里子が、北京五輪女子マラソンに代表選出され、森本は補欠に回された。2 9過ぎまで、 原由美子と渋井洋子の二人が戦闘を激しく争っていたが、その後原が渋井を突き放してからは独走して優勝。同一コースで行われる世界陸上大阪大会の女子マラソン代表第1号に原が即内定となる。なお2位に入った尾崎真理も原と同じく世界陸上大阪大会代表に選出された。3位の加納由里はゴールタイムでは 先行基準をクリアし、前年11月の東京国際女子マラソン覇者、トサレイコの優勝記録を上回ったが、惜しくも補欠に止まった。渋いは3 0トル以降完全にスローダウンとなり、数人の選手に交わされて10位に終わった。第32回大会、2013年から第34回大会、2015年までは、タチア・ナガメラ、ウクライナ、 以下ガメラと表記が3大会続けてトップでゴール。第31回2012年では2位に入っていた。しかし、ガメラの生体パスポート検査で異常値を示したことをきっかけにガメラがドーピング防止規則違反を犯していたことが第34回大会後に判明。2015年11月24日にはウクライナ陸上競技連盟が 本人に対して2019年9月までに開催されるすべての大会への出場を停止する処分を課した。さらに、ガメラが2011年8月以降に出場した大会での記録をすべて取り消すことを発表した。日本陸上競技連盟では上記の期間にガメラが出場した国内大会の主催者に対して 記録取り消しなどの措置を講じることを2015年12月22日付で通達。同大会の事務局でも同選手の競技成績を記録から削除した上で同選手よりも会で完走した選手の各順位を一つずつ繰り上げた。その結果、第32回で当初2位の福士佳代子、第33回で当初2位の赤羽幸子、第34回で 当初2位のエレナ・プロコプツカを優勝者として正式に認定した。優勝者の氏名、国名、所属は当時は当時の大会記録は優勝回数。テレビ中継は関西テレビをキーステーションとして FNS 系列28局で放映される。第6回大会、1987年から第37回大会。 2018年までのテレビ中継では、ザ・アルフィーが大会ごとに異なるイメージソングを提供していた。いずれの楽曲も、ザ・アルフィーの高見沢俊彦が作曲と作詞を担当。大半の大会では、戦闘集団が大阪城公園に差し掛かったタイミングで、中継映像から一時的に音声、テロップを消すとともに、映像と重ねながらイメージソングを流していた。 提供された楽曲の総数は31曲で、提供を終了した2018年には、同一国際スポーツ大会のテレビ放送における、同一アーティストによる最多テーマング数という、カテゴリーで、ギネス世界記録に認定された。2014年まで、ラジオ大阪、制作局以下、アブックと、略記が実況生中継を実施。アブック所属のアナウンサーがほぼ全員出演したほか、 スポーツアナウンサーの中井正幸、同局出身のフリーアナウンサーや深山系、日本放送出身のフリーアナウンサーが実況やインタビューを担当していた。通常は日曜日の10時16時30分に関西ローカルで放送する競馬中継、アブック、ドラマティック競馬につては、東マラソンの中継を挟む格好で、第1部、10時12時と第2部、 15時16時30分に分割。マラソン中継の時間帯に実施されたレースの結果を第2部でまとめて伝えていた。第1回大会から2009年大会までは日本放送でも同時ネット。当マラソンがオリンピックの女子マラソン日本代表予選を兼ねていた2008年大会では東海ラジオや福井放送も同時ネットで放送した。しかし日本放送では 2009年から日曜午後枠のレギュラー番組の放送を優先。このため、2009年以降の大会では、アブックが関西ローカル向けに中継を実施した。2015年からは、アブックドラマティック競馬の通常編成に変更する一方で、大会の直前には従来通り告知 CM を放送している。大阪国際女子マラソンと同時開催されるハーフマラソン大会。 2009年から大阪国際女子マラソンとほぼ同一の主催、公演、協賛、協力で開催されている。男子選手も参加可能である。コースは、スタート地点が大阪城公演東側、玉造筋、玉造筋で2回折り返し、船橋町交差点南、玉造筋北端、長井公園内の長距離走路は、半時計回りである以外は、 森の宮駅前交差点以南において大阪国際女子マラソンの袋と同じである。勝山2の区間で大阪国際女子マラソンの選手とすれ違う。優勝者の氏名、所属は当時は当時の大会記録。2009年以降、保フ登録の部のみ掲載。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。